はいどうも今回はですね、エクセル表作成の基礎について語っていこうと思いますけれども、今回、基礎の中でも顧客データの作成についてやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。今までですね、えー、やってきたところで、まずはですね、その顧客データを作るのであれば、顧客管理番号というものをセッティングしましょうねって、その後何を書くのかということなんですね。 まず左側にですね、顧客番号をですね、セッティングしましたよと。そしたら名前をまずね、えー、書くと思います。で、名前書くときにです、ね、名字と名前を分けるようにしてください。これ何でかっていうことなんですけども、例えば契約をしました、で、契約したお客様から後々電話で連絡が来たときに、鈴木です。 としか言わないい人もいるんですねその場合に鈴木だけで検索できる場合あとはフルネームでもらったりとかあとは下の名前でもらってですね検索を書きやすいようにですね名字の名前を分けておいていただければなと思いますであのまあその鈴木です佐藤ですぐらいだったらいいんですけども特殊な名前の人が あた時にですねあの漢字がわからないと。だからあ、一回カタカナで検索しようというような形で、カタカナでも検索できるように、カナをね名字、名前それぞれですね振るようにしていただければと思います。でも、いちいち書くのめんどくさいんで、あのフォネティック関数というのを使っていただければと思います。はいまあ、例えばですね、えー、よいしょ。 ここですね、えー、もうカス入ってるんですけども、イコールフォネティック、括、え、弧、ー、振り仮名を出したい漢字の場所っていう風になっておりまして、えー、これですね、例えば、今これ、鈴木って書いてあるんで、鈴木って書いてますけど、ここをですね、佐藤っていう風に変えますと、えー、佐藤になりますし、ここをですね、えー、近藤という風に、えー、変えてもですね、えー、近藤さんになりますよ、というようなですね、えー、すごいね、 かなを振りやすいですね、関数がありますよと。これをフォネティック関数なんて言い方をします。これをですね、一、えー、回作ってもらったら下にですね、プルダウンしてもらえれば、えー、この左のですね、名前のやつ、えー、名前も同じですね、左のやつをですね、か、え、な、ー、表示してくれるという形になります。これをでぜひ使ってですね、えー、顧客名の名前を記入していただければと思います。次に重要なのは何なのかということなんですが、性別と生年月日です。 例えば、えー、御社がですね何かサービスを、新しいサービスを作りましたで。このサービスの対象は男性限定です、女性限定です。えー、っていうような風にしたい場合には男性、女性のふ振り分けをしてもらった方がやりやすい。であとはその年齢制限、年齢対象、対象年齢というものがですね、えー 限られている場合にも、その年齢で区分けできるように、生年月日から年齢を出せるような形での記入をしていくことが大事だと思っております。で、えー、その男性だったら生年月日も年齢、両方聞いてもいいと思うんですけども、やっぱり女性に年齢聞きづらいっていうのがありますので、まあ、そういった場合に、生年月日を教えていただきますかって、生年月日だけ書いてもらえれば、年齢が出るようなシステムを作っていった方がいいのかなというところですね。まあ、この2つの作り方で、まず1つですね。 性別なんですけども、性別って基本的に男性と女性ですよね。まあ、今の時代ねあの、それ以外の性別もあったりとかするんで、まあ、それは、お社ごとにですね、セッティングしてもらえればと思います。今回はシンプルに男性と女性というですね、こういう、いちいち書かなくても、こうやってですね、プルダウンで選べるような方法をお伝えしようと思います。このやり方ですね、まず、性別を選びたいところにカーソルを合わせていただいて、 このデータというところを押してもらって、データの中のデータツールの中のですね、これです。データの入力規則という,と,いうところをですね、押してください。するとデータの入力規則というものが出てきます。これをクリックしていただいて、一番左の設定の中の、えー、入力値の種類のところをですね、いろいろあるんですけども、これをリストにしてください。で、この値のところにですね、えー、その プルダウンで出したいものを上から出したいものを左に書いてください、えー。一番左のやつが上に出てきます。男性、女性、えー、みたいな形に分けてください。で、書いたらですね、こう分けるためにですね、半角のカンマ、半角のカンマです、えー。を入れてもらえればと思います。これで大きいボタンを押してもらえれば、えー、この男性、女性というふうにですね、出てくるようになりますよっていうところも覚えておいてください。 で、まあ、年齢の方です。まあ、男性だったら生年月日、年齢両方聞いても構いませんし、えー、まあ女性の場合だと生年月日の方を聞いた方がまだいいのかなというところであります。で、えー、で年齢聞けなかったら生年月日聞いたけど年齢いくつか分からない。ね、早見表とかあるんでねそう分からないことはないと思うんですけど、データ入力するときにいちいちですね確認して打ってですね間違えてたみたいなことが、ね、ないようにですね、デート、デイフ、 関数というものがありまして、これをですね、使って割り出していただければと思います。こは青年月日が必ず聞けるという状況で使えるものでございますで。例えばですね、今ですね、2010年2月1日生まれなんで13歳となってますけども、これをですね、2000年生まれに すするとしたらですね、23歳になりますしでこれが1960年生まれとかね1970年生まれとかにしましょうかするとですね53歳というふうにですね生、えー、年月日から年齢を計算してくれる、ね、これも年月日も含めて計算してくれてますので、えー、早生まれだったら遅いしですし例えばえー 12月にしたらあ、あれですけども、まあ、いろいろこういうものも計算してくれるということですね。1月1日だったら54歳とか、そういった形ですね。はい。まあ、そういうふうにですね、目を計算してくれますよと、と、ね。これ、すごい便利なので、えー、デイとデイフ関数ですね、使ってみてください。えーまあ、関数ですね、イコールデイとイフって書いていただいて、 え生、ー、年月日。で、トゥデ y 関数というものがありまし t トゥデ y 関数、括弧括弧ッコ閉じをやるとですね、今日の日,日付が出ます。今日の日付から何年経ったのかということをですね、y、えー、年数で表してください。これ y っていうのは year ですね。それ以外にもですね、マンス、月で表してくださいという m、day、えー、で表してくださいという day っていうものがあります。今回ですね、年齢なんで y で表示してくださいっていうように命令をしました。 で、この関数、命令を入れるとですね、こういう風に出てきますよっていうところを覚えておいていただければと思います。まあ、次にですね、えー、名前書きました、かな書きました、生年月日年齢、まあ、性別抜きましたけど、性別も書きました。次に重要なのが住所という形になります。で、住所は原則郵便番号から聞いていただければと思います。はい。 郵便番号さえ分かってしまえば都道府県全部入れられたりとかするんですね。まあ、その特殊な方法はですね、また機会があったらという話なんですが、例えば105-0001、えー、というふうにですね、えー、全角で入れるとですね、105-0001というふうにやりますと、あら、ごめんなさいね。 すみませんねーってことですね。0001でスペースで検索するとあのあハイフン入れるんですねすいません105のハイフンの0001というふうに入れると、えー、例えば東京都港区虎ノ門というふうにですね出てきたりとかしますので。 まあこういうふうにですね、郵便番号を聞いてもらうと、すごいスムーズに入れやすいというところを覚えておいてください。で、えーまあ、郵便番号で、えーまあ、住所を一括挿入する方法もありますし、あとは、えーまあ、同行出身の人が東京出身なのか、ねえー、北海道出身なのか、沖縄出身なのかという形で、大きく分けて都道府県別で分けられるといいでしょう。 で都道府県に分けた上で、どこの市の出身の人なのかというふうに、えー、フィルターをかける、検索をかけるようにしておくといいでしょう。で番地と建物名という形ですね。少なくともこの1、2、3、4、5、5つのですね、えー、住所は聞いて記入できるようにしていただければと思います。で最後になんですが、えー、連絡先は3つ以上聞で、えー、聞きましょうということですね。まず 自宅に固定電話がある人の固定電話の電話番号。で、えー、その人があー家にいない場合につながる携帯の番号、スマホの番号も聞いておきましょう。で、あなたがもし病入院しているとか病気になった時に連絡をできる人、緊急連絡先っていうものも聞いておきましょう。 で、電話出れないよと。今忙しい電話出れないよ。でも、あのメールで送っといてねっていうような形で文書で残す場合にはメールも聞いておきましょう。最低限この4つはですね、聞いておくといいでしょう。まあ、それ以外にはツイッターとかフェイスブックとかインスタグラムとかあ,ありますね。そこの DM とかね、そういったものを聞いておくと DM に連絡することができますので、そういう連絡先っていうものを随時ですね、更新して記入していくっていう形。 ここが基本的な顧客データという形になっていきます。はい。で、まあ、まあ、個人情報保護法というものが厳しいので、これをですね、厳重に管理するようにしていただければと思います。はい。これがですね、漏えいしてしまうとですね、すごいね、えー、大損害を負ってしまう可能性がありますので、絶対にですね、えー、見れる人をね、限定するとかですね、あの、 誰が閲覧したかのかっていうのが分かるようにしておくとかね、えー、そういうものをですね、えー、してつ利用するようにしていただければと思います。ということでですね、えー、もう今回はですね簡単にですね、顧客データの作り方というものの基礎についてお話していきました。もちろん、企業や商品を何を売るのかによってですね、細かく分かれていきますので、細かく,細かくですね、えー、分けていくっていう意味では、 あのもっとですね書くことはありますよっていうところは念頭に入れていただければと思います。ではまたお会いしましょう。またね。